こんにちは行政書士合格集中講座の葛原です令和元年度行政書士試験お疲れ様でした本日は試験公表として合否を分けるのはここというところにポイントを絞ってお話ししていきたいと思いますまああのねとかくまあ試験公表試験が終わってすぐですとまあ、これが優しいとかこれが難しいとかまあ言うんですがまあ、言ってもそれでどうこうではなくてですね次に役立つ ためにここがポイントだよ。これはあの解けなくてもいいよ。あるいはなんでここがダメだったのかっていうところをですね、ちょっと絞ってそういう書店でお話ししていきたいと思いますで。まず全体についてです。で、まあ試験全体としましては、まあ標準的な問題が揃っていたのかな。あそんなにあの取り立てて、えー、あれこれなんだろう。 ちょっ例えで、一つ特徴が言えますのは、まあ、ちょっと見ていただいたようにこの組み合わせ問題ですね法令等で組み合わせ問題が増えていますが、まあ、平成27年から令和元年まで組み合わせ問題の数をこういうふうに出しましたがこの組み合わせ問題の合計数ですねこんな感じで今年あのここ5年で一番多くなっています。 もちろんその組み合わせ問題が多いからといって、えー、合格率が直ちに上がるというわけではないです比例するわけではありませんがやっぱりあの組み合わせ問題の方が一般的には解きやすいですしまたあの全部の足をね必ずしも検討しなくても、えー、答えが出るという意味で割とこう時間的に楽になっていきます。で現実にです、ねまあ、あの毎年私あの行政書士試験、えー、受験受していますが まあ様子見ていても割とこう試験終了前にですね退出される方も割と今年多かったかなという印象を持っております。まあ、これがねどういうふうに出るかが一つ今度試験合格発表があった時のポイント見るべきポイントかなと思っております。 でこれとちょっと関係ありますがちょっとこう皆さん、えー、反省というかですね、えー、振り返っていただきたいのは時間不足とかケアレスミスがどうだったかを、えー、振り返っていただきたいんです。でまずその時間不足に関しては、まあ、特に今年の問題で、まあ、時間不足になったっていうのはやはり、えー、準備不足ですね。で一つはまあ実力がまた伴ってないあるいは、えー、余計なところで時間を費やしてしまった。 ここれまあ試験テククニック的ななところですよねなんかあともうちょっと検討するとできるんじゃないかと思ってこうズブズブズブズ,ブズ検討しちゃったとかあるいは、まあえー、まあ無駄に考えたという、えーね、そこの辺りを反省、まあ、どういうのが何が時間不足になってしまったのか、まあ、あらかじめまあここまではこの,、えー、このペースで解いていこう。この ところではまあ何時までに渡こみたいなねだいのやっぱり戦略は必要かなと思います。それからもう一つケアレスミスどの程度したのかとねケアレスミスことほどもったいないものはありません。ただしそのケアレスミスっていうとなかこういや本当は力があるのに、えー、ダメだった惜しかったって思いがちなんですが。 やっぱりケアレスミスが多いというのはそもそもやはりあの力不足というところなんですね、まあ、簡単なものがたくさん並んでいる自分にとってですよ自分にとって簡単なものが並んでたらやっぱりミスしにくいんです。で、えー、ミスしにくい上でさらにミスしないようにするっていうのが試験のテクニックであってそもそもやっぱり力が、えー、及んでないとミスもしやすいんですね。 ですからあの、単なるケアレスミスだと片付けないでその原因が何だったのか、ね、私のようにこう,うっかり者だからやってるのかどうなのかっていうところを、まあ、ちゃんと振り返っていただくとであとはそのケアレスミスもう本当のケアレスミスだったらそれをちゃんと防ぐ、えー、ルールを自分なりに作るということが必要かと思います。ああともう一つです、ね、まあ、これはは受験生ののの問問題題ででないんですが、が作りがあまり…ま、うん どううかかなといいのがまあ多少いくつかあったと、まあ、没問にはならないだろうなというふうに、ね、去年のような没問は出,出ないとは思ってるんですけれども、えー、やはりその本当に法律家としての、ね、素養を見る試験として、えー、実施していくとそしてきちっとした、ねえー、法的思考力を試してでそういった力を持った人が行政書士としてきちっと活躍していく。 全体的にどんどんやっぱりこうスキルをアップして磨いていくっていうことを考えるとやっぱり問題の作りももうちょっとまあ法律家と試験としてのまあふさわしいものにまあブラッシュアップしてい,けいってほしいなというふうにまあ個人的には思っています、まあ、そこら辺がやっぱり受験生もそうですしやっぱり出題者側に対してもまあそういうふうになってほしいなというふうに個人的には思っています。 いますこれはまあ個別にはねあ、えー、の解説でお話ししていきます。で大体こんな感じで合格のイメージを戦略、ね、今年の問題だったらこれぐらいはまあかた、まあ、く取れるだろうって算出したのがこちらの表になります。こちらにまあ問題数で実際これだけは取れるだろうっていうのをちょっとここに入れてます。 でえーまあ、基礎法学はまあちょっと、ね、2問今年はまあ取れなくてもいいかなで憲法だったら4問行政法は14問は取れるだろう、まあ実際にやってみて、えー、具体的なお話はまた後でしますがで多種選択式だったら、まあえー、全部取れたら24だけど、まあ、多少ミスして20問ぐらいと、ね、記述式でしたら、えーまあ、60点あるうちの30点ぐらいは取れてほしいと。ね ちょっと第三者に対する第三者に対する契約の問題に関してはちょっと難しかったかなというふうに思っていますただし、まあ、行政法の1問と民法のもう一つの共有の問題については取れてもおかしいそれはもう完璧に書いても書け,けるはずなんですね。で多少まあミスしてマイナス10点ぐらい。 でえーまあ、今年一般知識等は割とやりやすかったかなと思ってますが、まあ、あの準備してなくてもこれぐらいは取れていいかなということでだい,たいまあ合計190点とこれぐらいのイメージで、えー、こんな感じで、ねこうまあ、合格のイメージを作っていただくといいのかなというふうに思っています。では、えー、と続きに関してはまたちょっとやっていきますがここで一旦終わりにいたします。